どっからでもかかってきな。終わりだ。勝利の合図、行きます。Thank you.
ザクが出てきやがって。油断大敵です。いでよ、届けの禁止のフラムで。ここ臆病なる戦士たち。エリリリリダメ、回復できれば。万物に宿りし生命の息吹を受けた。はい、物足りねえな。グシオス。グシオスってあいつ？確かカルボクラムで。なるほど、曲がりの剣にとっちゃ因縁の相手ってとこか。で、うちらの茶飲み相手はどっちかの？どっちってあのね。待って、ジュディス、様子がおかしいです。なぜだ、なぜ攻撃が効かない。エアロ食べてる。でもこれって、ナン、危ない。ナン、なぜ来た。迷いを持ったままじゃ足手まといだと言ったろうが。逃げろ、お前ではどうにもならん。嫌です、私にとってギルドは家族、見捨てるなんてできない。クソが。ナン、貴様ら。落ち着いてグシオス、どうしたというの。なんだこいつは。精霊よ、精霊。グシオス、そなた。ウンディーネ、あいつ一体どうしちまったんだ。なんか話できる状態じゃないみたいよ。
エンテレケイアといえども無制限にエアルを取り込めるわけではない。その能力を超えたエアルを体内に取り込んだものは耐えきれず変異を起こす。そしてまさか星はみとなる。なんだと。それじゃこいつは世界を守ろうとしてあんなになっちまってたのか。クシオス、救ってやってくれ。この者がまだグシオスという存在でいる間に。ああ。はい。結局こうなっちまったら。倒すしか救う道がないなんて。他に方法がないのならやるしかないわ。ああ、奴が星はみになっちまったらそれこそ救われねえだろ。そうですね。飛ばしていきますか。春煙火山、これで救われれば俺たちにできる精一杯だ。また強くなりました。グシオス、ごめんなさい。まだこいつに恨みがあんのか。そいつはあの化け物の魂だ。砕かずにはすまさん。化け物じゃないです。彼らは世界を守ってくれてたんですよ。さっきの話から想像力働かせてみればナマコでも分かりそうなものなのじゃ。エンテレケイアの役目など知ったことではない。てめえ知ってるな、エンテレケイアがどんな存在か。知っててまだ狙ってたの？世界がこんなになってるのに。俺の家族は10年前にエンテレケイアどもに殺された。俺だけではない。曲がりの剣のメンバーの大半が魔物に大事なものを奪われた者たち。この奴らを憎む気持ちは世界がどうなろうと変わるものではない。それでも間違ってるよ。何？そんなこと続けたって何も返ってこないのに。あの戦争で身内失ったのは
あんたらだけじゃないでしょう。そうね。それでも前向きに生きようとする人もいる。憎しみだけでぶつかっていっても誰も自分も救われないのじゃ。それより残ったものを大切にした方が良いのじゃ。町を守って魔物と戦う、立派なことだと思います。世界がどうにかなりそうってな時だ。意地になってんじゃねえよ。今さら生き方を変えられん。どうしても邪魔するってんならここで白黒つけなきゃなんねえな。ボス。待ってください。傷の治療だけでも。起きろ貴様ら、撤収するぞ。ありがとう。分かってくれたのかな。さあな。さあ精霊化を済ませましょう。成功。でも目を閉じたままピクリとも動かんのじゃ。意識すら飲まれかけていたのだ。しばらくは目覚めまい。さあ名付けてやるがよい。属性は何です。大地深く根ざした力、すなわち地。大地なら根を張るもの、ノーム。地の精霊ノーム。目覚めたら伝えておこう。星はみがエアルを調整してくれようとしたエンテレケイアの慣れの果てなんて。まったく人間ってやつは本当に自分の目で見えることしかわからないもんだな。んで巡り巡って結局一番悪いのは人間ってか。笑えないね。いつだって何かやらかすのは人間なのじゃ。じゃあなおのこと頑張らないといけませんね。そうだな。エンテレケイアに家族を殺されたね。クリントって言ったか。あのさん、憎む気持ちは簡単には消えねえんだろうな。そうね。支援もあるんでしょうけど、魔物を狩ることが彼の生きる目的になっているようにも感じたわ。前に私がそうだったもの、ブラスティアを壊すことだけが生きがいだったわ。でもジュディ姉は今は違うのじゃ。だったら変われるんじゃないでしょうか、ジュディスのように。どうだろうな。どっちにしろ俺たちは俺たちの目的を果たすだけさ。そうだろカロル。え、うん、そうだね。
ぐっちゃんも無事のオウムになってよかったよかった。はい、もし彼があのまま星はみになってしまっていたら救われなさすぎですから。そうね、彼はただ役目を果たそうとしただけ。その結果自身が最悪そのものになるなんて想像もしてなかったはずだから。過去星はみになってしまったエンテレキエアがかわいそうです。もしその時に精霊化という選択ができていれば。ジョーちゃん、もしはもう考えないでおこうや。そうね、選択の余地はなかったとはいえ、星はみになった彼らは世界を飲み込もうとしてる。これが現実よ。はい、でも切ないです。練習台ね。言い抜くなよ。ピアーズクラッシュ。スパイラルフレア。なかなかやるじゃない。アンチバイオレントペイン。瞬炎火山。あどけなき水の宮の力シャンパーン。終わりだ。その微笑みを我に天然なんて言うらしい。我が天使瞬炎火山。勝利の合図。エレアルーミンってグシオスが作ったものだったんですね。ええ、カルボクラムでも似たような結晶が落ちてたのを思い出したわ。よく見てたな、あんなバタバタしてたのに。リターアンテナは常に面白そうなものに反応しちゃうんですね。まあ、しまった。精霊化したらグシオスのこと調べられないじゃない。リターアンテナが反応しました。ほどほどにしとけよ。
ここがレレウィーゼか。ええ、バウルはそう言ってるわ。でもエアルクレーネもエンテルケイアも見当たらないわ。ここから降りていけそうだけども。深そうね。ですね。うーむ、良い眺めなのじゃ。パーティー、落ちないようにしてくださいね。落ちるのは間抜けなカロルだけなのじゃ。落ちないってば。降りていってみよう。そうね、それしかなさそう。ねえ、バウルで下まで降りた方が良くない？ちょっと危険ね。狭いし気流の乱れも強すぎるわ。確かに風が強いのじゃ。ここは、じゃあこの谷は風のお母さんなんですね。風のお母さんか。すごいよ、ずっと下の方に川が見える。川が長い時間をかけて少しずつ地面を削っていってこのような地形になるんですね。まさに大自然の力。一体どれほどの時間をかけて作られていったのかね。わあ、下を覗くとクラクラする。バカっぽい。はしゃいで足滑らすなよ。行きます。廊下月光、うん、えい。ほら言った、今季なる光の残虐、鉄の光、オースリング、瞬炎火山、瞬炎火山、解き放たれし不穏なる怒りの力、目の前の邪悪にさばき、敵に情けを。という間に全滅させる。瞬炎火山、前途を阻む障害をつなぐ爆炎が爆炎、無慈悲なる効果は何時らの心を燃やし尽くす。瞬炎火山、その微笑みを我らに、キャーティハイラ、もうついファイヤーが瞬炎火山、天熱戦、センガ、ありがとうございます。終わりだ、一丁上がり、バカイきらめいて、混乱の力、天センガ、はい、ガオーゲ、勝利の合図、行きます。もっと上行けるだろう。あら嬉しい。たまには楽しく行きましょう。月下天精神、瞬炎火山、ささやかな大地のドラミキ、ストーン、面白いです。ここへ、エンジェルの奇跡を持って、やつなる眼光を目指す水銀、瞬炎火山、ヘイラルフレア、万物に宿る水銀の息吹をこぼられた村、リザリックス、ファイヤーボーン、余裕、揺らめく村、もうすぐファイヤーボーン、ここへ、ファーストレード、白く火山に突き、その微笑みを我らに、ナース、気持ち悪いです。報酬月戦が、世話が焼けるわ、瞬炎火山、物足りね。練習台ね。言い抜くなよ。天が瞬炎火山、炎月、汚れなき何故の成長をかの者に与える、スプラッシュ、ホーリーランス、ささやかなる大地のドラミキ、ストーンブラスト、瞬炎火山、白金の汚れなき何故の成長をかの者に与える、スプラッシュ、報酬月、瞬炎火山、瞬炎火山、その微笑みを我らに、ナース、
万物に宿る聖霊の攻撃、勝利の合図。騎士団仕込み、行きます。電線が断絶、瞬炎火山はっ、はい、騒ぎを仕事に、ここへ光の残念、エンジェリーズの悪魔を愛好する、ブレードラン瞬炎火山はっ、終わりだ。負けるわけにはいかねえ。乗ってきたぜ。報酬撃、万物に宿る光を見せる、前途を阻む瞬炎火山、命を照らす揺らめるプラン、こっちへファイヤーボール、瞬炎火山、手柄なき男女の正常をカドムに与えるのに、ラッシュ立体力数、瞬炎火山、命を照らす光よ、はい、ここに来たれ、ハートレスダンジョン、生命活力、ここへワンサイド、命を照らす光、調子いいじゃねえ。世界は変わるのね。どうしたんです？急に。一つ間違えたらより破滅へと向かう選択だったのに、それが精霊を生むことになった。変わるためには時に重大な選択をしなければいけない。精霊はそれを表した存在なのかもですね。エンテレケアの選んだ未来もあの姿に現れているのかしら。そうですね、そうなのかもしれません。いつかバウルも精霊になることを選ぶ時が来るのかもしれないわね。精霊がエンテレケアの進化の先というのなら。
Thank you.
シオスがカルボグラムにいたのはエアルを食べるため？ええ、そこを曲がりの剣に逆結界で捕らえられたみたいよ。そういえばジュディがあの時バウルと飛び込んできたのってグシオスを助けるためか？それはついで、どちらかというと逆結界を作ってたヘルメス式のブラスティアを壊すためよ。だって結局私にグシオスは救えなかった。グシオスは精霊化にまだ賛成とも反対とも言ってなかったわ。しょうがないよ、他に方法はなかったんだもの。尊い犠牲を無駄にしないようにしようぜ。精霊の力を正しく使って星はみを倒すと。そうね。ええ、バウルも精霊化に力を貸せない分できる限りのことはするって。心強いな。手加減はできませんよ。天月月光瞬炎火弾開いてる。今夜の力にして敵を出せ。
いいかしら。相手が悪かったな。できませんよ。月下天正人、瞬炎火弾、狂気大胆の神よ、戦乱のごとく魚を排弾する。月下
雑魚が出てきやがって。足元すくわれないでよ。ガオゲキバースタイム月光瞬間火山その微笑みを忘れないよ。ナースゲズゴ瞬間火山万物に宿る姿勢大襲撃瞬間火山リザリックス恐怖と暴力の水流隣ありがとうございます。テンプルはいガオゲキヤキなる蛮行を滅せよ。瞬炎火山フランストライ瞬炎火山目の前のジャーシロガの五輪ここへ瞬炎火山邪魔しないでよね。騎士団仕込み行きます。月光ささやかれる大地のざわめく白金のゾーンブラストエンジェリリングテントを阻む障害を貫けエンブレイクエンジェリーの息吹をどこに不協力エンジェリリング戦艦のことも宿かなファイナルウェイブリザリックス歌う闇の微笑スプリットゼロ聖なる槍初敵を貫きを持って闇なる場相手が悪く相手が悪かったな。どんどん強くなる。雑魚が出てきやがって。足元すくわれないでよ。炎月きらめいて寛容の力を穂先に火山全てを阻む障害をつなぎ手をつかれてしまうその心に何が瞬炎火山恐怖と強欲の水流が大激絢爛の火力と高松にやりたくないリザリックス瞬炎次どいつだかゆらう闇の微笑スプレッドゼロそれでフラクションだぜ。
後ろ取られたわ。今こそ絆の見せ所。はい、ガオウ撃。あるときな。軽やかに。変遷が。アクサイジン風を。さっと吹いてさっと吹いて。ハンドガオウ撃。これだ。頑張るのじゃん、進むのじゃ。